皆さん、こんにちは。米プロバスケットボール NBA レイカーズの八村塁選手、26が、日本バスケットボール協会に対して異例の批判を展開し、今後の日本代表活動に大きな懸念が広がっています。世界最高峰のリーグで活躍する日本人選手が、母国の協会運営に対して公然と疑問を呈するという前代未聞の事態となりました。八村選手の発言の真意と、それに対する反響について、詳しくお伝えしていきたいと思います。2024年11月13日日本時間14日、グリズリーズ戦後の会見で八村選手はこれまでにない踏み込んだ発言を行いました。日本代表の現状について問われた際、やり方というかそういうところがあまり僕としては嬉しくないところがあってと切り出し、僕も NBA でやっている中で強化とか子供たちのためとか日本のバスケを強くしていくためにやってきているけど、日本代表の中でその目的じゃなく、少し僕が思うにお金の目的があるような気がすると協会の姿勢に対して明確な批判の声を上げたのです。この発言は単なる感情的な批判ではありません。 NBA という世界最高峰のリーグでキャリアを築いてきた選手として、日本のバスケットボール界の発展を真摯に考えての発言だったことが、その言葉の端々から伝わってきます。さらにパリ五輪後も続投が決まったトム・ホーバス監督57の体制についても、僕らは日本代表の男子のトップのプレイヤーたち、日本代表にふさわしい男子のことを分かっている、アスリートとしてプロとしてやっていた、プロとしてもコーチをやったことのある、そういう人がコーチになってほしかった、今回こうなってしまったのは僕としても残念とはっきりと反対の意を表明しました。現役の日本代表選手、それも絶対的なエースが協会と代表監督に真っ向から疑問を投げかけるのは極めて異例の事態です。このエースの反乱により今後の代表活動への影響を懸念する声が上がっています。バスケットボール事業を手掛ける広告代理店関係者は、ここまで八村選手が突っ込んだ発言をするとは驚き、協会の体制がこのままなら今後ロサンゼルス五輪など代表の試合に出ることはないのではと危惧しています。その後11月15日には八村選手自身が X 旧 Twitter で5度目のリポストを行い、ホーバスさんが日本バスケを強くしたってより、今の日本代表のメンバーにすごくいい選手がたまたま同じ時代に現役でいることも大きい気がするという一般ファンの投稿に共感を示しました。この行動からも八村選手の日本バスケットボール界に対する真摯な思いが垣間見えます。この騒動に対して日本バスケットボール協会 JBA 関係者は、情報収集している段階ですと現状を説明するにとどまっています。しかしこの問題は単なる一選手の不満表明として片付けられる事態ではないことは明らかです。興味深いことに、この騒動を受けてファンからは八村選手に対する理解と支持を示す声が多く上がっています。特に代表活動を引退して NBA での活躍に専念してほしいとの意見が目立ちます。 SNS 上では、協会はいかにも八村が出るみたいな感じでスポンサー集めした感じは否めない、正直八村が日本代表で嫌な思いするくらいなら自分の NBA キャリアの方に専念してほしい、八村だってダダをこねて言っているんじゃない、彼なりの筋を通して発言しているといった声が相次いでいます。名門レイカーズで今季レギュラーとしてブレイクの時を迎えている八村選手だけに、ファンとしては NBA でのプレーに集中してほしいという思いが強く表れています。具体的なファンの声を見ていくと、その多くが八村選手の立場に理解を示し建設的な提案を含んでいることがわかります。以下代表的な意見をご紹介します。圧倒的な実力を持っていても代表は強制ではないし、乗り気でないのなら事態を選択することも選手の権利、無理にプレーする必要はない、同じ NBA 経験者の渡辺裕太選手が代表に協力的だからどうしても比較されてしまう部分はあるが、八村選手には八村選手の考えがあるだろうし、それは尊重されなければならない、日本代表ではなく NBA プレーヤーとしての道を突き進んでほしい、それも日本バスケ界を盛り上げる一つの方法で八村選手にしかできないことだから、この意見は代表活動と個人のキャリアの両立の難しさを指摘しつつ、八村選手ならではの貢献の形があることを示唆しています。
昔の NBA プレイヤーは代表での活動なんて眼中になかったもんな。バルセロナの時にマジックに誘われたジョーダンも、オフが短くなると当初否定的だったし、個人的に日本代表のレベルがもうちょい高くて、世界でどうにかなるレベルなら八村に参戦してほしいけど、残念ながら現状は世界との差は大きい。ならば怪我等のリスクを背負って代表でプレーするよりも NBA での活動を最優先にしてほしい。それだけで子供たちは十分に刺激になる。 NBA の歴史的な文脈から現状を分析し、現実的な提案を行うこの意見も説得力があります。 NBA という世界最高峰のバスケットの舞台でベンチに座るだけでもすごいのに、スタメンで出ることもあるような人だから、日本代表程度の中で練習するのは時間がもったいないと思うし、みんなが意見しているようにポジティブな意味で日本代表を辞退でいいと思う。 NBA のシーズン毎日見ていると、いかに NBA で生き残って活躍することがすごいことか本当によくわかるから、八村さんには NBA で頑張ってほしい。八村選手の NBA での価値を正確に理解した上での意見として重要な指摘と言えるでしょう。八村にとっては NBA のバスケが全て。 NBA のチームとは違う戦術で戦う日本代表は違和感があったのだと思う。お金の目的があるというのは、 NBA やヨーロッパのチームで HC を経験している人は雇うのにお金がかかるので、日本と関わりがあるホーバスさんで安く済ませている、バスケ協会がお金をケチっているという意味かと思う。五輪の試合を見ていると、八村がいる時といない時では戦い方が違っていて、選手はやりにくそうに見えたので、不満があるなら八村はいないものとしてチームを作った方がうまくいくと思う。戦術面からの分析も含めた具体的な指摘として非常に示唆に富む意見です。日本代表の絶対的なエースが協会と代表監督を批判するのは、他のスポーツを含めても極めて異例とのことですが、これに類することは WBC の監督問題でもあったし、サッカーの代表でもあったはず。選手個々が強く優秀になるにつれ、協会側、体制側の質が追いついていないような気がしてしまうのは、スター選手たちをひいき目で見てしまっているのだろうか。選手ファーストであってほしいと願う。日本のスポーツ界全体の課題として捉える視点も重要です。日本代表になるような選手がもっと大型化して今と違うプレースタイルでできるようになったら、八村もいいかもね。いつになるか知らんけど、今の日本人の体格やパワーでは今の戦い方が一番結果は出るのでしょう。八村は全くチームにマッチしてなかった。同じ NBA の渡辺の方が溶け込んでいたしね。八村が代表辞退すれば、一人やる気のある人が選ばれるから、みんなのためにもそれでいい。稀有な存在なのだから NBA で頑張ってほしい。現実的な分析に基づく建設的な提案として注目に値する意見です。現日本代表の主力選手は八村含め、次のロス五輪が年齢的にピーク、最後を迎える選手が多いように思います。それまでの4年間をオリンピックで勝てなかった布陣で戦うのは受け入れられなかったのかもしれませんね。NBA でも1年単位で HC が変わることや、プレーオフで勝てなかったチームを解体するのはよくある話です。トムさんの指導法にも不満があったと思いますが、戦術にも懐疑的な部分はあったのかもしれません。長期的な視点からチーム構築を考える意見として重要な指摘です。特に印象的なのは、八村選手の心情を深く理解しようとする以下の意見です。八村は東京五輪の後、日本からの誹謗中傷でメンタルをやられ大きな傷を負った経験がある。その後ウィザーズで干され気味になり、レイカーズにトレードされ当初は苦戦したが、徐々にチームに慣れて少しずつ結果を残し、プレーオフ初戦のグリズリーズ戦で大爆発して、その後プレーオフの勝ち上がりにも貢献した。グリズリーズ戦の大爆発は涙が出るほど嬉しかった。今年はレイカーズの HC も交代してプレータイムも増え、HC に信頼されていると感じる。はっきり言って今は代表などに触れずに NBA に集中してほしかった。言わざるを得ない理由があったかもしれないが、少し軽率だったとは思う。もうこの辺でリポストも止め、プレーに専念して代表のことは当面忘れてほしい。そしてレイカーズがファイナルまで勝ち進むためにチームに貢献する姿を見たい。これらの意見に共通するのは、八村選手の NBA での活躍を最優先に考える姿勢です。日本代表での活動よりも世界最高峰のリーグで戦い続けることこそが
結果的に日本のバスケットボール界に大きな影響を与えるという考えが根底にあります。今回の騒動を通じて協会の対応が注目されています。一歩対応を間違えれば日本のバスケットボール人気に大きな影響を及ぼしかねない状況です。選手の意見を真摯に受け止め建設的な対話を進めていくことが求められているのではないでしょうか。八村選手には日本代表のことで自身のチームでの役割がおろそかになるよりも NBA という世界最高峰の舞台に集中できる環境を整えることが本人にとっても日本バスケットボール界にとっても最善の道なのかもしれません。今回の動画の感想や今後取り上げてほしい話題がありましたらぜひコメント欄でお聞かせください。また動画が参考になったと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。